スインベイトって結構投げて巻く釣りになるんですけど、でも何気にこういう小場所にピッチングなんかで入れて泳がしてこれる距離は短くても、その短い幅でよく動くからピンでも食わせられるのがドライブシャットの特徴の一つですね。あとはね、落とし込んでもいいし、のシンカーで落とし込んで動くのはもう他のシャットテールにはない特徴だから、まあ基本はでも一定速度のただ巻きで通過させてくる。あとはね、こうグリ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 ってこうハンドルで瞬間的に速く巻いてやると、こうね、こんな感じやるといい感じで水面割るでしょ。ね、緩急効かして、だから狭いスポットでここぞってとこでギュッてやってドンって出すにはそういう使い方もあり、やっぱ一番釣ってんのはスローなただ巻きで、特に目で見えるぐらいの深さを泳がしてくるのが好きです。あとはこう水面にちょっとした波を残しながら引いてくる、この感じ、これはかなりよく釣ってます。でこういうところも普通スインベイト系入れないけど、もう入れちゃうの、入れてさっきのねグリッグリッて巻くのの応用で縦に落とし込んでも、まあ、フォールでもパタパタするんですけど、そこから上げる時もギュインってこう水面までパタパタってやってくると、そこでパッ食うやつもいます。でドライブシャットのさらに持ち味がこのバジング、バジングさせた時の音がかなりいいです。スキップのしやすさもいいですよね、ドライブシャット。はい、場所替えしました。で、旧吉の支流の上流来てるんですけど、流れはいいけど水がかなり雨で濁ってるん で今までハニーフラッシュ使っていて、これでもまあダメってことはないんですけど、結構僕はこういう白濁りしてる時は、あとはカフェオレとかそういう色しちゃってる時はシルエットがしっかりしている黒系コスモブラック、これでいっています。あとちょっとはあの沈んでる草の裏とかいるかもしれない。ちょっとまず この立ち位置からまずやれるいそうなとこだけ先通しちゃいます。で今微妙にね流れを横切らしてきて、ゆっくり巻いてもハイピッチにテール振ってるでしょ。これがいいんですよ。これがゆっくり引いてもテール振らないシャットテールワームだとできない誘い方なんですよ。だ例えばもうあの草の裏がいいなと思ったら、その向こうに入れて、でも流れにテール当てながら来ると、ここでじっくり移動距離を抑えて誘えるんだけど、ワームはよく動いてる。でちょっと足場高いんで、手前に来たらこうしゃがんで竿を下にしてやると、より手前まできっちり引けます。これぐらい水が濁っちゃうと、あ、食った、あー、バスの方が食いにすった。もうこれぐらい濁ってたら 4.5 インチより6インチかな。単純にボディが大きいから濁ってても目立つってのもあるし、あとはテールが大きくなるからその分水をかきます。だ視界が効きにくい中で水を攪拌してバスの側線に訴えるようなアピール力があるんで、出ましたよね。今これ給与水系で6インチなんて全然普通に食ってくるし、霞水系でもこんぐらい濁ったら6インチの方が釣れるってことはあると思う。やっぱね、これドライブスティックとかドライブクローでも一緒なんですけど、でかいルアーで食うんだったらでかいルアーの方がいいです。バスが見つけてくれるし、いいサイズ食うし、もっと川幅広いとこで対岸届かしたいね、野池とかって時に、でもノーシンカーの方が遠投した先でも
重りしょわすのと違って着水音が生っぽい柔らかい。ちょっと流れ使ってテール振らせよう。登りたくても登れない魚みたいなね、流れに逆らわしてあんまり前に引っ張ってこないんだけどテールはしっかり振らせると。でこれがね、流れにテール当てるだけじゃ振らないやつだとやっぱり引かなきゃいけない、流れに逆らわして。そうするとノーシンカーでよりリグは浮いちゃうし水面出ちゃう。時にはね、流れ速かったらライン送り込むこともあります。でも送り込んでもテールはこう送り込みながらちょっとこう流れに負けちゃってる魚みたいな、そういうこともできます。じゃあここで、ドライブシャットのフックセットの方法紹介します。まあ、普通なんですけどオステッドフックで、肝心なのはフックサイズを守ってもらう。パッケージに推奨フックサイズっていうのが記載してあります。これ 4.5 インチですけども、ここに50、これが、今使ってる6インチだったら60から70、 3.5 インチだったら10っていう風に記載してあって、でさらにそのフックの形もワイドゲープって言われるここの幅がしっかりあるものが望ましい。これね、特にノーシンカーで泳がしてくる釣りは特に大事になるんですけども、最初の刺し始め、ここを本当にこのど真ん中から入れてやること。これがね、例えばこうやってずれちゃうともうこの時点でまっすぐいいアクションで泳がなくなります。ちゃんとこのど真ん中からまっすぐ針を入れてやると。ここで浅く出すんじゃなくて、コツはちょっと深めに入れてから抜いてやる、ね、でどれぐらいが目安かっていうと、ラインアイがすっぽり隠れるぐらいで、この方がまずここの幅がしっかり肉が取れるんで張り持ちが良くなるっていうのが一つと、もう一つは、フックがこの方がより後方重心になるんで、この方がノーシンカーでのフリーフォールでの自発的アクションはよく出ます。これが浅く刺しちゃう、まあ、これでもダメってことはないんですけども、ちょっとこの条件が悪いと風とか流れとかってなると、よりその分針がこの刺し方の場合前に重心来ちゃうんで、姿勢がベストの斜め45度からちょっとこう下がってきちゃうと、テールを振ってのフォーリングアクションが出にくくなります。であとはね、こうまっすぐ刺す位置をこうフックあてがってここだなっていうのを、僕はこうよくねこう爪で押さえちゃうんですけど、ここだなっていうこの位置にね。であとはスリットが入ってるんで、そのスリットのど真ん中から刺してやって、で一回上に抜いたら、ドライブシャットね、スリットの中にリブが入ってます。でここに針先を隠してやると。でこれがより、例えばスキッピングを連投するとかって、ね、ちょっとハードに使うときはかなりそのリブを多く使ってよりしっかり保持してやる。でももうオープンでちょっとフッキング優先でいきたいなっていう時は、まあ、例えば極端に言うと、もうリブ1個だけ針先だけ埋めるとか、まあ、その辺はちょっと調整してやってますけど、まあ、このリブをうまく使って針先を隠してやれば、スナックレス、ね、性能も高いしフッキングも決まるっていう、そんなスリットとリブの作りになってます。で完全なる初めての野池です。ので見た目カバーもないんで減衰皿池、多分これカバーがない池ってバスもクルーズしてること多いんで、どっかにこう居ついてるってよりは泳ぎ回ってるから、こう引いてくる釣りで探ってった方がバスと勝ち合う可能性が高そうかなと。で今のところ情報としては、多分今僕が歩けてるところが傾斜が比較的緩いんで浅いで、対岸の方が傾斜きついから深くて、でちょっと立ち木がある、あとは園庭もまあ深いのかな、でちょっとウィードみたいのもある、で見えるベイトは今のところ全てブルーギルのちっちゃいので、今釣り返しして歩いてきたところは日向なんで、まあ水面直下泳がしてきたんですけど、これから歩くこの園庭側は影になってるんで、もう完全水面に出してのバジングも面白いかもしれない。でその方が音が出るからより集魚力がある、
バスの方から見つけてくれそう。その辺も織り交ぜてやってきます。でこのバジングは実は初めから狙って作ったわけじゃなくて、ノーシンカーで、ね、こうやって早く巻いても回転しないように作ってたら、その分水しっかり噛むからいい音出るようになりました。副産物なんですけど使えます。でこれが安定の悪いシャトテールワームだと、ノーシンカーでこうやって早く引くと、もう傾いちゃって水からテール逃げちゃって、水かみ悪くなって、こうしっかり水を叩いて音を出してのバジングができません。これはワームに限った話じゃないんですけど、一つでいろんな誘い方ができるルアーって使えるなと思うし、やっぱり釣れる。それはもういろんな状況に対応できるから、ルアーチェンジすることなく、こうやって水面から入って、で次のキャストでは沈めて引いてくるとか、もしそこでバスがつけてきて、うわここまで来ちゃったってなる前に、こうやってフリーフォールさせてパタ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 ってフォールで誘うっていうね、そういう複合的なことができるから。なんかちょっと草があるね、あそこ。ねえかな。抜けちゃった。でも岸際にいましたね。巻き始め。ちっちゃかったのかな。乗んなかった。ちょっと岬上に張り出してるから沖もやってみよう。なんせわからないからね。来た。よし。沖で食ったな結構。お、まあまあいいぞ。よいしょ。はい。ピキ目来ました。ナイスナイス。ドライブシャット6インチのシナモンブルーフレーク、まあ岬上の張り出しの沖ではあったんですけど、まあでも何もないところの中層でも、ね、だまあそうなると、ね、バスの横をしっかり引いてくるっていうのは狙ってはできないんで、やっぱりルアーの方に集魚力があった方が引っ張ってこれるので、まあ6インチが切る釣りできました。これはいい。ちょっとそんなバカでかくないから超厳密じゃないけど、だいたい口閉じで伸ばして、あ、45は超えてますね。7ぐらいいってるけど、ポッと開いたら 46.5 って感じかな。もちろん目の前通りさえすれば 3.5 インチでも食ったと思います。だけど岸沿い打ってる時は 3.5 インチでもまあいけるんだけど、この沖のしかも中層ね、もう横にも幅があるし縦にも幅があるっていう中で魚引っ張ってくるには6インチは有利です。もうこれはもう6インチに限らず必ずブリスターパックでの保管です。でもシャトテールワームって本当テールが命で、これがブリスターパックに保管しないで曲がっちゃったら台無しですね。ただ巻きのアクションも乱れるし、特にノーシンカーでのフリーフォールなんてもう動かなくなっちゃうんで、必ずこのままで保管してください、ね、最初はね日向から釣り始めて、でダーク系で行ったんですけど、ちょっと暗いから、まあちょっと明るめの色に今度しています。ゴールデンシャイナー、これね僕大好きなんですよ。ドライブシャットはハマってる色だと思います。でドライブシャットの6インチは 4.5 インチよりも素材硬いです。だから転倒してもより見切れしにくいで、でもこれもちろんその見切れのしにくさっていうのもあるんですけど、アクション的にも硬い方が良かったっていうのが、 4.5 インチと同じ素材にすると動きが大振りになりすぎちゃって、その美味しそうな動きを通り越しちゃったんですよ。だから少し硬くすることで6インチはハマりました。同じそのドライブシャットなドライブシャット、ドライブクローなドライブクローっていう
シリーズでもサイズによって一番そのいい動きが出る素材の硬さと使用の量にしてるのは共通です。でただ巻きしてる時は僕はちょっとこう竿を高い位置にしてラインをたるませ気味にして引くようにしてます。ピンと張って引いてきちゃうとの方が、まあ、ちょっとバスも違和感感じるのか杭が悪くなる感じがするのと、やっぱちょっとラインがたるんでる方が食って反転する糸のたるみの余裕が生まれるんで、その方がノリが良くなるのと、三角波ちょっと出しながら引くとか上をキープして引くことが多いんで、そういった意味でもこう竿を少し高めに、これがねやっぱ風が強かったりとかよりボトムギリギリはわしたいとなれば、その時はねもうこうロッドティップを低めにして泳がしてくるんですけど、こうキャストしたらそのまま竿を下げることなくこうやって高めにして、ただあんまりこう高くしちゃうと今度食った時に合わせが効きにくくなるんで、あんま極端にやることは少ないんですけど、まあもうこれぐらいラインがたるんとしてれば多少のその手のブレ、巻きのブレってものをたるみが吸収してワームには伝えにくい、ワームは一定に泳いでくるってのもあります。まああとはね、あの足場の高さにもよるんですけど、まあもちろん足元に近づくにつれてワーム水面飛び出しやすくなるんで、まあその辺はこう近づいてくるにつれてロッドティップ下げたりとかいうのはやります。ロッド下げずにすぐに巻きに移ってもう三角波キープして泳がしてくる。で糸も適度にたるんでる。これは基本フォーム。で変にね竿先ぶれないようにワームに自然、あの不自然な動きが伝わらないように。だけど、まあ、ワームを見ながらロッドティップの高さも距離感に応じて調整してきて、さあこの池で一番のカバー多発地帯立ち木、多分これ水中にもちょっとあるんじゃないですかね。目に見える以外にもこのここだけこうボンボンボンって突き出てるから水中もあるんだと思う幹が。だからちょっとないところも引いています。この立ち木群の真ん中、今ちょっと当たった、ちっちゃかったな。さすがにあの先は歩けなそうですね。まあ行けるけど急ぐ使いに行こうや。あ、来た、よいしょ、よし、これもいいサイズだ。これもいい。よっしゃー、来ました、ナイスサイズ。今のもあの見えてる立ち木っていうのはその周りもイメージして横通過してもそのまんまゆっくり引いてきたら中層したらで加え込んできました。いや気持ちいい、あの合わした瞬間の重みがたまらんです。でこれねバス測るときはあの一番良くないのはもう厚いコンクリートの上とかね、魚を置いてやるのはもう本当にあのダメージが大きいんで、こう幅広のメジャーを濡らしてやるのが一番いい。口閉じで、ね、45は超えてる、やっぱり47ぐらい。他のシャットテールワームと違うのは、引いていれば他のシャットテールワームも水をかき回すんですけど、それがフリーフォールでも水をかく、これはもう他のシャットテールワームにはないですよね。ノーシンカーのフリーフォール、重りさえ背負ってしまえばどんなシャットテールワームでもフォールでテール振るんですけど、やっぱりその場合は頭を真下に向けて落っこっていく。でドライブシャットの場合はもう斜め45度ぐらいの角度で泳ぎ進んでいくんで、でそれがやっぱ重りを背負った速さじゃなくて本当その自重で泳ぎ進んでいくから、
より本物っぽい。今も引いていたらここここってこう加え込んでいくような当たりだったんですよ。そこで最初のコでもう反射的に合わせちゃうと、このシャットテールワームの釣りはすっぽ抜けが増えちゃって、ここここってこうねいうのを感じながら食ったっつって、そこから加え込んでから合わせるって。で今ラインはフロロの14ポンダなんですよ。でこれはね、このワンタックルで他の釣りもやろうと思ってるんで、バーサタイルで今6インチ投げてるんですけど、まあ、ライン、まあ、14で一番下ぐらいかな、16、20でいいと思うし、ロッドも今バーサタイルのミディアムなんですけど、ベストはミディアムヘビーでもやっぱり専用タックルがあるに越したことないんですよ、ミディアムヘビーの16ポンドラインみたいな。だけどなくてもこのおかっぱり、これで他にスピナーベイトも投げるし、ね、3.5 グラムテキサスもやるしっていう、こういう最もバーサタイルなミディアムなタックルでもやれます。これが、ね、本格的なスイムベイトってなっちゃうと、そうはちょっと行きにくい、本当に扱いにくくなっちゃうんで、やれます。範疇です、バーサタイルタックルで扱える。だその辺もいいかな。ちょっとライン綺麗にしますね。あれやべ、フォールで食ってる。あ、これドライブシャットだよ、他のシャットテールワームじゃないでしょ。今ちょっとライン綺麗にしますねって言って、何もない沖に放り投げて、で糸を出したやつを回収して糸張ったら食ってたの。今釣れ方完全まぐれですよ。でもドライブシャットだからね、落とし込むだけで食ってたの。はい、まぐれだけどドライブシャットなんです。いや複雑なんだけど、まあでもこれの特徴は出た食わせ方って言えないよね。あの食ってくれ方だったから、あのよかった。うわ当たった、よいしょ。あ、今のクンって前当たりが来ましたね。これも6インチハマってる。うよーよし、いやーこれもいいバスね、がっつり行ってます。で速度でゆっくり引けました。また来た、来よ、ほら今のもクッククッ、わーこれもいいサイズだ、糸が鳴るキュンって、入れ食い。この釣りはライトリグじゃ届かない釣りですね、沖だもん。はい、いやこのグリーンっぽい黄色っぽい、なんかいい色してますね、綺麗、健康体。あ、この辺ギルいる、ギルいるとこのインレット来ました。よし、行くぜ。こんだけギルのに突っ込んできてないってのは、沖にも普通にギルがいるってことなんかな。
よいしょ。やっぱ立ち木なんすね。よいしょ、いいサイズ。よいしょ。でも今日の最小サイズ40ジャストぐらいで、やっぱり立ち木でしたね。最初外側引いていなくて、で隙間通してきたらちょうど横通過するぐらいの時にコココってきました。またがっつり食い、いいかかり方してる。